ロマラソンに挑戦します。ですよね。2人の合計のサマイ数がプラスになれば、はいはいはい、アイテムが付与される。あーなるほどね。ランニングシューズ。え、もういきなり生命線ですやん。正直こんなん落としたらあかんやつでしょ。当たったね、当たったね。セーフ。せっかくであれ危ないでもうやめようかなと思ってるんで、ああちょっと動きますわ。当たってないのにやめる。当たってないです。当たってないのにやめるの。え、当たってないのにやめるの。だってめっちゃ危ない状況なんですよ。え、めっちゃ危ない状況なんですよ。そう、気持ちでなんとかしろよ、気持ちでお前。行きますわ、音がすもんね。お前俺100キロ走んなきゃいけないんだから。そうや、このぐらいの、こんなことぐらいでくじけたわけなんですよね。乗り越えていけよ。行きます。やっぱりこっちだったんじゃねえか。目つけてたマイジャグ3が5の5。ほらやっぱマイジャグ当たりだよ。完全にジャグラーでした今日は。900ゲームで9の7とかね。これやる。なんか1台だけ1があるんだよね。これだ、これこれ。やっぱランニングシューズって大事じゃん。だよね。460ゲームで1の2。まあ47枚貸しですんで2万円、うん、940枚までに持ちコインでよしこの台だっていうのに受け出ればプラスにする自信ある。これを総ゲーム数で600まで回します。まあこれだけマイジャグがいっぱい導入された中でね。でもまあ全体的にジャグラーがいいと。だってこれ1台しかないこのマイジャグ1にあえて2台を使おうとっていう設定軍師殿がいたとしたら好きですね。はい、来た300、3000。全部で13000円ね。
611枚かな611枚。まあこれでおおむね判断はできるかな。今575ゲームで2の2、まあ、300ゲームはまってましたんで、そこでちょっと落ちたんだよね。まあ、ここから上がってこないようだったら、まあまあもう、うん、いいですよ。次の台やります。どうやらやっぱ全体的に角強そう。まあ本当は飲まれるぐらいのところまで様子見てもいいんだけど、振り切れそうなんで、ちょっと別の台試しに行きます。はい、で今235ゲームでね、やっぱり角が強そうということで、これわこれから100キロ、命かけて100キロ走らんとあかん男はね、北斗転生のね、通常英語時でね、しんどいしんどい言うたりケツまくってたらあかんのっすよ。そうや、ほんまに牛尾さん、ああ言ってましたけどね、あの人は絶対ジャグラーにはいかへん、すっぱら張ります、あの人も。なぜならあの人も男やから。いきますよ、目が覚めたんで、ほんまあかん、怖い身の毛もよだつわ、身の毛もよだつような、うんともすんとも言わへん。僕のせいなんやろうけど、コイン入れてレバー叩いてボタン押すだけのただの箱になってる。なんでや、なんでや、やったてな、タワーオーシャン、スイカ柄、やったぜ、びっくりした、行くと思う、頼むよ、ここで行さん乗せてくれ、楽にさせてくれ、頼む、サウネなんか、頼む、せめてベル、違う、違うねん、サウネって、あーゴチゴチゴチ、ええよ、ガー55、あがもう全然あがんわ、うわー下手やった、600にあべし、ザ、スイカですね、で604あべし、定めの時、チャンスですね、618あべし、チャンス目、から、反転628、一阿部氏、デビルリバースですね。622阿部氏、ウィンです。行きました。なんでや、6800、モードビーやったってこと？もうちょっとわけがわからないですけど、まあ、とりあえず当たったんで、行きます。総投資が22本です。いきます。
第576ゲーム赤七入賞です。いきます。いいですね。全然落ちんかったレア子役がこうやって AT になっていきなりナイスガールだ。よいしょ、いきなりもらいました2個、スイカで2個。はい、というわけで勝負玉6つで、真剣勝負戦一発いけ一発いけ。よいしょ、違う。百裂拳、あーパンチか、あかんわあかんわ。うわー、はい、というわけで118枚で終了でした。いきます。この豊かな脇に何すかこれ。ギャラリーが雲の持ち出して消えていく。ひどいっす。マジですか。何が楽しいねん、真剣勝負しとの見て。いや、まあとりあえず2ゴロまでだけは回します。天井狙いとかね、ゾーン狙いして当たったわけじゃないんで。で、まあ前日の、まあ、再三に当たって言ってますが、前日あったかもしれない転生で背置きが、背置き間違いないだろうなという状況ですので。え？別れたんですよ。そうやろ。いや、元気だし大丈夫。しかも今日マジで。いや、まあまあまだ分からんよ、うん、ちょっとした喧嘩とかもあるからね、うん、気にせんと気にせんと、ね、頑張る。まあ今日はゆっくり遊んどいで、ね、今日下に牛尾さんもやりますよ。あ、見ましょう、同じ服で。もうジャグラー売ってた。マジですか。もうジャグラーってあるんですか。あ、分かる。当たってた。あ、マジですか。今私こうちょっと会いに来てくださったファンの方から小耳に挟んだ情報なんですけど、ウッシーがもうゴーゴージャグラーを回してると。ちょっと文句言いに行きたいと思います。初回からね、初回からこんなことあったらあかんのっすよ。戦争ですわ。牛尾さん、何をやられてるんですか。それはマイジャグ3よ。マイジャグ3。いや、分かってますよ。いや、さっきのあの熱い話はどこ行ったんすか。え、これから100キロ走ろうという男がね、ああ、スロットなんかにケツ巻いてどないすんねんって言われて、俺突っ込んで今当てましたよ。単発でしたけど。 あの感動返してくださいよ。なんでジャグラー言ってるんですか。ごめん。いや、そんなさらっとごめんって言われたら。ごめん、じゃあそれは悪かった、謝るよ。このまま歌あるんすか。うつうつありそうだから今日。俺で今日多分だけど、俺下手したら勝つんだよ。マジですか、うん、え、それぐらいの感じあるんですか。今日はね、いいよマイジャグは。あー、でも、うん、うまいね、うん、今日マイジャグだよ、2人。あ、うまっすね、うん、ほんとほんと、うん、で、角がやっぱどう見ても怪しいのよ。え、僕はどうしましょうね。僕今2万2000ツッコミで、22本ツッコミで、2万2000、2万、そう、22本ツッコんで
今手元に120枚くらいなんですよ。てめえ何やってんだよ。あなたが男やったらみたいな言うた結果っすよ。手分けして抜いてないっすよ。とりあえず256ゲームはね回そうかなと思ってるんですよ。行けよ。え、行けよ、もう256まで。いや、あれよ。いや、なんかすいません、迷わないこと、悩まないこと、そしてハゲないこと。ハゲとらんわ、ハゲとらんわ。もう行けないっすもん。結局ハゲ言われてそうしかあらへんのだって。もうほらそい、持ちコインよ、持ちコイン。まだ大丈夫、まだ大丈夫。これがね、他の反応してるジャグラーの角台ぐらいの内容になってくれればもうおそらく今日大丈夫なんだけどね。まあ言ってもまだ400ゲームで1の1ですから。50ゲーム、よしよし、これで、まあ、トントン近くまでもう一気にいったね。わっは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 。いや、牛尾さんのおっしゃる通り、迷わない、恐れない、ハゲない。いや、迷ったり恐れたりするからストレスが溜まってハゲてくるんすよ。やったらもうやるしかない。もうおー、いった127アーベス点半の時ですね。下手やな、もう。せっかくの天下が、はい、40アベシ追加ですね。もったいない。はい、2頃まででも当たることがなかったのでこの台、やめたいと思います。ちょっとこいつ朝2回転しか回ってないですけども、まあ番町の島で昨日ちょっとマシっぽかったんでちょっとこれ、回してて様子見たいと思います。どうしたんですか。いや、なんかそわそわしてそうだから大丈夫かなって。むっちゃ優しいですね。ありがとうございます。なんか飲む。いや、いいっすよ。そうだ、いいよ。ほなコーヒーもらいます。ブラックです。冷たいやつ。え、冷たいやつ。冷たいブラック。はい、いい、頑張れよ。いいですか。ありがとうございます。散々昼飯の時に人の彼女ブサイク言うてたくせにどうしちゃったんですかね。カメラ回った途端むちゃくちゃ優しいですけど。異様に酒ありますね。100キロ走らない。こんなところで。
見に行くか。さあ、いや、良くはないよ、良くはない。遅れた、多分。あ、遅れてねえよね。いや、なんか前ゲーム遅れてる気がする。やべえな。